いい意味の展開になってるんですね。だからまあ逆のカードっていうのはこの行動するかしないかっていうところだけなので、皆さんこんにちは、サラです。今日は水瓶座さんの11月の流れをタロットで見ていきたいと思います。もう11月ですね。あと2ヶ月で今年も終わりますね。もうなんかこのね、2年近くコロナでね、なかなか本当にやりたいこともできなくって大変なね日々を過ごしてこられたと思います。まあでもそれもね、ようやくね今感染者数も減ってきて、もう激減しましたよね。で自粛もね、行動制限も解除されて、やっとね経済的にもね、まあ景気回復していくんじゃないかなっていうようなね、期待に今はまあ溢れてるところかなっていう気がしますね。まあただね、専門家の人がね、第6波が必ず来るっていうふうにねおっしゃってるので、そこはねやっぱり今まで通り慎重に、まあソーシャルディスタンスを保ちながら、それぞれの責任においてね管理しながら、まあ、第6波をね追い返すぐらいのね、まあモラルというのかな、そういうのをしっかりと守ってねやっていけたらいいなって思いますね。まあ気温のね急激な変化もあって体調崩されてる方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。まあ、私も実際ね引っ越しもしたし、ちょっと気温の変化でね体調崩したりもしましたけど、まあ、くれぐれも皆さんもね体調に気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。では水瓶座さんの11月見ていきます。はい、見ていきます。という展開です。はい、水瓶座さんの11月の流れ、そうですね、何かね新しいこと、これね女教皇、新しいことを始めようとしてたことがまあちょっとね中途半端になってたのかなっていう気がしますね。計画倒れとかね。でもまあ11月はね積極的に行動していくことで希望にあふれるとかね、豊かになるっていう、そういうねカードの展開になってます。まあこのなかなか行動をね決断できないかもしれないっていうところに関して言うと、もうしっかりとね光明が指してますよ。仕事の面でもどんどん変化していきますよとかね、いい意味の展開になってるんですね。だからまあ逆のカードっていうのはこの行動するかしないかっていうところだけなので、しっかりと自分の中でイメージを持って行動していくことがもうまさに自分のこう桃源郷を作り上げるとか目標を達成するとか、もう希望にあふれた未来を作り上げるっていうかね、そういうことにつながっていくんじゃないかなって思いますね。まあようやくねそのコロナでね、さっきも言ったように行動制限もなくなったっていうこともあるしね、まあ水瓶座さんのね本当、ある意味ね、まあ、クレイジーというかね、ある意味はちゃめちゃな分とかね、まああんまり人がね考えないようなところをは自信を持って動き出すことで自分自身の思い描いている世界を引き寄せることができるんじゃないかなって思いますね。まあ11月しっかりと現実的に行動していくことが大事になると思います。ということで水瓶座さんの11月の流れは以上になります。参考にしてみてくださいね。